北海道にございます。北の大地を北海道と名付けた一人の男、その人物の名は松浦武四郎。この蝦夷地で見たことを江戸に戻って大勢の人に知らせねばならぬ。この国のためにも、アイヌのためにも。ユポン、ミシパは大切な人のこと。北海道命名150年記念、豪華キャストが彩る壮大な歴史ドラマ。江戸時代の探検家松浦武四郎の格闘の物語が今よみがえります。北海道という場所を自分の足で測量し、何かそのアクションを起こすことで本当に日本を変えられるんじゃないかって強く思って行動した人だと思うので、そのなんかエネルギッシュな姿だったり行動力だったりしっかり伝わるような演じ方ができたらいいなというふうに思いますし。ドラマ「永遠のニシパ」、撮影は北海道各地の大自然を舞台に行われました。その様はまさに自然との格闘。武四郎の過酷な旅を克明に再現します。だいぶアドベンチャーな感じが、めちゃめちゃ綺麗ですね。やっぱ北海道のこう自然の中で撮る絵っていうのは、なんかそれだけで力がやっぱありますし、絵の力が。ドラマ「永遠のニシパ」、放送は間もなく。皆さんに見ていただける日を楽しみにしています。ぜひご覧ください。